で買ったことですね。こんなスケール売ってるんですね。あ、これありますよ。珍しい。こう赤ガラス側ってやつですかね、これ、はい、めっちゃかっこいいですね。腰袋ぐらいの値段するんですね。これはカスタムですか。カスタムご自身で。いや、まさか。お疲れ様です。お疲れ様です。前回奥さんの腰道具ご紹介ありがとうございました。あの前回のさゆりさんのカラフルな腰道具見てみたいなって方は概要欄に貼ってますので、ぜひ見に行ってください。親方登場なわけなんですけども、香川県で電気屋さんを営んでおられて、はい、電気の工事歴としてはどれぐらいになるんですか。もう18年ぐらいですね、はい、今はいくつですか。今36です。高校卒業したぐらいから。そうですね、はい、電気屋さんされて、はい、ベテランさんの腰道具を見ていきたいと思うんですけども、まあ、先ほども紹介したんですけど、こちらが今から。そうですね、はい、この腰道具のこだわりのポイントありますか。赤と黒だけですね。こんなスケール売ってるんですね。あ、これありますよ。珍しい。ちっちゃいですね。 5.5 なんですね。ね、25なんで、これになってはいいですよ。25っていうのは、あの25ミリ。ああ、大きいじゃないんで、スチール代わりとかにも使えるですね。で、黒金。黒金です。黒金しか買わないんで。黒金大好きなんですね。黒金大好きですね。映えますもんね。使いやすいですね。で、これもさゆりさんと同じように。佐藤さんに見てもらったやつですね。赤バージョン。ここも黒金ですね。黒金のあれ出てほしいですよね。ガチッとか使わないですか。ガチッとか使わないですか。ガチッとにさせるトップ工業の。あれが僕このシリーズでも出てくれたら、あ、そうですね、17の使い道が広がるなと思うんですけど、4部とかも触りはるってことですか。19、21、4部から M12、はい、で3部、はい、4部ここは主に使われてる感じで。そうですね、もう17、19、21、14、13はやっぱ多いですね。で、ここ赤ガラス側ってやつですかね。これめっちゃかっこいいですね。どれぐらいするんですかこれ。でも多分1万6000円か7000円、そんなもんってあるんですかね。これもこっちはちょっとね、出たばっかりでちょっと高いんです。3万腰袋ぐらいの値段するんですね。そうなんですよ、で2段の腰袋ってあまり買わないんですよね。ですよね、はい、めっちゃすげえ。これもさゆりさんと同じようにちょっと柄が桜で、あ、桜で。これもマサさんですか。いや、これは大和の社長さんです。大和さんで、はい、黒金のスリッパ。この辺は特に何も入れてないんですか。スリッパしか入れてないですね。入りにくそうですもんね。鉛筆とかぐらいですもんね。だいぶ剥がれたんですけど、これも自画塗装です。そうです。すごいですね、器用ですね。これ出来立ての時はめっちゃ綺麗かった。そうですね、使う前はスプレーで拭いて。そうです、ね、この黒いのは斑点みたいな。それはラップ塗装なんで、さっきのラップ黒を拭いて。どんなやり方があるんですね。これはあれですか、アーティスト。あ、そうです。黒赤でかっこいいですね。4段ぐらいがやっぱ使いやすいんですか。そうですね、僕はこれぐらいの長さが一番使いやすい。これは手の長さとかによって変わってくるんですかね。ですね、あの届かないらしい。さゆりさんのはもう一個短いんだ。3段です。袋が2段届かないですよ、こうしないと。あ、そういうことか、この辺が取れなくなっちゃうみたいな。ハンマー、これはカスタムですか。カスタムです。ご自身で。いや、まさかそれは作ってもらった。こういうなんか四角のやつ初めて見ました。あ、電光ハンマーじゃ多分珍しいんじゃないですかね。ちゃんと藤山マーク残ってるんですよ。まあ、もう一個制作してもらってるんですけど。藤山マークどこにあるんですか。あ、ほんまや、かっけえ。これかっこいいですね。鏡目見えがきとか言ってますか。そうそう、透明見がき。透明見がき。アホバレ。ここに17、これが桜になってるんですよ。桜ソケット形がですか。ここの中が桜の形になってる。あ、もや桜型ですね。ボルテックス。ボルテックスって珍しいですね、この形に惚れて。あ、桜好きなんで。このちっちゃいのにこだわってる理由はあるんですか。狭いところが多いとか。いや、ただ単に可愛かったということですね。そう、今これもこれと一緒でひねてもらって、まあ、制作してもらってるんですけど。こんなバージョンもあるんですね。これも赤ガラス側、赤ガラス側、アッペン。アッペンのかっこいいやつ欲しいですよね。欲しいですよ ね。結構この赤とか黄色とかオーソドックス、そう、色分けされて分かりやすいんですけど、ねね、別に間違わないんで、ね、ここを見たら誰でも分かりますね。こっちのタイプって、はい、押し面がこっちだけしかないじゃないですか、はいはいはい、だけ基本間違わないんですけどね。そうですね、
これまたすごいドライバーが登場ですね。これ普通に売ってますよ。まあ、ここじゃないですよね。ここはヤスリになってますから。ヤスリ、ヤスリほど使わないですけどね。多分ね。上で上じゃないですかね。すみません、そこヤスリになってます。で、モンキー。結構ここって硬いんですね。グリップがついてるんで硬いんですね。滑りにくいですね、アンギラ。これは配管とか。配管とかですね。ね、あの配管あったら言ってくださいねと DM くれてましたもんね。配管もラックも、あのトランスの入れ替えから大型まで何でもこなしてます、はい。ちなみにこんな見ないでもこいつ石持ってるんで。すげえ。いつ取ったんですか。1年前。交付したのは今年。あ、すごい。去年か、うん、3年実務経験3年でに変わってすぐに交付してもらったんで、実は勉強できるんですね。できない。じゃあ信じてる人がいるか分かんない。ここに試験したのは2年前の中学生。すげえ。これもカスタムですか。これは、はい、ベルクロワッペンですね。貼り付けてるんですか、はい、これあれなんですよ、あのマジでなんか。あの気分 で、 あ、そうです、ね、金色にしようとか緑にしようとかできるわけですね、はい、そうです。でハーネスかっこいいですね。やっぱこのニックスのあれが。で N 電気、さっきのサイリさんの、あ、そうですね、ような同じような、はい、作っていただいたんで。この黒いのが元はついてないわけですよね。これはね、ズレ防止タイプのやつはなんか、はい、あの知り合いがあんまり良くないよって教えてくれて、はい、長さがなんか合わないらしくて、はいはいはい、チェーンでピナッとないのいろいろトビさんとかに聞いたら教えてくれるんで、やっぱりトビさんといえばこういう詳しいですね、ハーネスとかあるんで、はい、ってことでケンケンさんの、はい、あのこれから使っていくかっこいい星道具、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。星道具にこうハマっていったきっかけとかってあるんですか。もともと欲しかったんですよ、ニックスさんって、はい、やっぱ高いじゃないですか、はい、一個一個が。で悩んどる時にニックスが欲しいっていうけ、サイリさんの、で、まあ、僕のだけ買うと、はい、ね、やっぱ高いもん買える気言われるじゃないですか、が興味を持って欲しいっていうけ、はい、もう今のタイミングやと思って、はい、チャンスやと無意識買えたもん。ということで、まあ、ニックスを買いたい人はちょっと奥さんの説得も必要ですね。あ、そうですね。ということで今日は説得からスタートするんだと、はい、あ、先言わされてたんですけど、サイリさんとあのケンケンさんのインスタとかここに貼ってますので、ちょっとまた詳しく聞きたいなって方はフォローしてみてください。いつでも DM ください。いつでも DM くださいとのことなんでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。で、これが外してダストカップにしたりとか。これ、そう。とりあえず、面白くしたいです。元気やろう。